かだね。そうだね、静かだね。そうだね、誰かがどこかでチャリンコ盗んでいる音が聞こえるよ。そうだね、静かだね。酔っ払いが公園の植え込みの中で気持ちよさそうに眠っているよ。そうだね、静かだね。寝ぼけた鶏がたまに鳴く。遠くの方で暴走族がパラリラ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 、うん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 、そうだね、静かだね。そうだね、静かだね。そうだね、枯葉を踏みしめてサク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 、ふと立ち止まって見上げてみたら星のキラキラって音が聞こえてきそうだよ。本当は今時間が止まってるんだよなんて言われたら信じちゃうよね。新聞配達のお兄ちゃん、橋の上を電車が通る。
声の大きな奴らがまたやってきて、また大きな顔をするんだ。朝焼けの中、僕は立ち尽くして思ったんだ。穴の中に帰ろう。